ヨウムの海老蔵と一緒に過ごす大切な時間。いつも寄り添ってくれる。夜、寝る前にテレビを見ながらリラックスタイム。猫のごまにゃんも気になって見に来ているみたいだけど。海老蔵はいつも人のお膝の上とか体の上に乗ってリラックスしているみたい。海老蔵をいっぱいなでなでして、たくさんコミュニケーションとって、毎日のスキンシップで人間とインコも少しずつ絆とか友情を深めていけるといいなぁと思います。ヨウムさんって40年から50年くらいも長生きすることがあるみたいだし、これからも良きパートナーでいたいなぁと思います。鳥さんもこのカキカキが気持ちいいんだよね。ヘビくん、ほんとかわいいね。部屋が暗いから黒目が大きくなってひなみたいになってる。ヘビくん、これから鳥さんのお家のケージに戻って夜ご飯のペレット食べてお水飲んで寝る準備しましょうね。エビくん、今日も一日楽しかったね。ありがとう。また明日ね。おやすみ。今日は動画を見ていただいてありがとうございました。次の動画も見ていただけると嬉しいです。